あ、やっと繋がったね。えー、ちょっと立ち上げて悩んだよ。<laughs> なぜか、なぜか繋がんなかったのを。案内も来ました。うん。来ましたね。えー、っと、皆さん集まるまでね、ちょっとあの、販売ページ表の説明動画をついでに、 ととっここうななんて、て考えてます、えー。ステッカーやら、刺繍ワッペンやら、エンブレムやらね、あの作ってますよってあの、前にライブやったときにご案内したと思うんですけど、えーまあ、今来週中くらいには、ちょっと販売を始めようと思うんですけどね。 このホログラムステッカー。こいつがね、なかなかね、カメラで撮ると表現できないんですよ。うん。なので、こ動画でね、見てもらうのだね。こういうエンブレム形状のステッカーで、あの、ルアーなんかでもよく使うホログラムシートに、を使用したの。うん。 黒バックと白バックうん。ホロなんでえ単純にメタリックなだけじゃなくてこう角度によっていろいろ色が出たり出なかったりね角度をきつくするとさホロの感じ消えるよね。単純な白黒で見えるでしょ。いろんな角度で いろんなふうに見えるこれがさカメラで一生懸命いろんな光源の当て方してやったんだけどうまく撮れないんでうんなんか写真だとこれしょぼいので動画でお見せしておきますこれがホログラムステッカーね2種類はいと刺繍ワッペンこれ分かりやすいね うん、まあこんなところへこう貼ってもらおうかなと、えー、無地のスウェットとかさ T シャツとか、うん、まあ何でもいいんだけどねえっ、ー、とフリースだったらフリースってほらあのポリエステルでできてることが多いので高熱アイロン効かないんでこれ一応これ剥いでもらうとね アイロン圧着できるようになってんの。ちょっと高温気味のアイロンでギューっと上から当て布か、えっ、ー、と、生地があって乗っけて当て布引いてしっかり上からアイロンかけて。で、出来上がったら今度はこっちが裏地からもアイロンかけてというふうにね、やってもらったらくっつくんですけど、あの、高温のアイロンがダメな生地には縫い付けてください。まあ、僕、パタゴニアのあの、 フリースに、嫁さんに縫つ付けてもらいました。うん。刺繍アッ片。です。はい。最後。これ。レジーンのエンブレム。うん。憎盛りしてあんのよ。これ。あんまり近いとピンとこないのかなこれぐらいか。 分厚いのこれがすっごい気に入ってて、えー、まあ,あのヨーロッパ系の貴族の紋章のようなエンブレムの方で色にちょっとこだわってねあのっオールドスタイルの色出してねっつってデザイナーさんデザイナーさんに頼んだらこれ気に入ったよ。これで、ね、ステアリングの真ん中とかさ あるいはボンネットの先端とかさ、あとドアの横とかね、外側のね、とか、あとダッシュボードとかさ、まあ、いろんなとこに貼れるよね。で、レジンで肉盛りしているので、厚みがあるので、で透明感があるでしょう。うん。なのでね、本当にね、車とか貼っておくと、ものすごくね、エンブレムっぽくて、素敵。 うちのあの、モニターの安子さんというお姉様が、あの、あれだ。なかなかかわいい車にね、乗ってらして、彼女の車に貼ったやつをね、ちょっと撮ってもらおうと思って貼ったので、その写真見てもらおうかな。まあ、僕のランクルにも貼ってるんだけど。うん、よし、じゃあちょっと画面共有してね。 まず安子お姉様のから見てもらいましょうか。はい、こんな感じ。なんかちょっとおしゃれなね、レンガ造りの塀の前で撮ってくれて、これ素敵じゃ。これ何て車だっけ鈴木だと思うんだけどね。それとうちの橋の下。 うん、どこの橋だろう <laughs> 鈴木だね。なんて車でしょうか <laughs> これがダッシュボードね。これはステホログラムステッカー貼ってるね。ダッシュボードね。こんな感じだね。うん。これステリングに。 見てみたやつこんな感じなんだよねレジンまあもう前回見た人もいるかもしれないけどこんな感じこここの <laughs> 太陽に当たると透けて見えるグリーンが、えー、最近のインクスロットのカラー IRCT にもこういう感じでやってるけど流えるねこんな感じ <laughs> フロントに飾るとなんかアルファロミオとかフィアットみたいな感じになるよね。これがあのドア横にあってここ貼るのもいいねなかなかね。うん。こんな感じですよ。パッと透明みたい。いいじゃん ちょっと崩れた感じになってるでしょこれが。えー、リアラゲッジウィンドウの左サイドだね。歩道から見れる感じだね。ここの後ろに。接写で撮るとこんな感じ。 一緒このホログラムシートも。あと前から作ってるこのインクスレベルのデカールね、でかい。デカールの横に貼るとね、サイズ感がいいんだよ、これ。<laughs> どうこれよくない <laughs> これ俺気に入ってるん、ね、で、自分で。うん。この並べて貼るってうのもいいよね。はい。ということで。 ええ。で、ここのところだけ、録画して、あと切り抜いてね、商品ページにね、貼ろうかなと。そんな作戦です。<laughs> ということで、皆さん改めてこんばんは。今日もよろしくお願いします。もよろしくです。何人ぐらいいらっしゃったんでしょうか。えー、ちょっと。 おーもう80オーバー。ありがとうございます、皆さん、いつもいつも。いやー、ちょっとね、イベント、立て続けのイベントでね、疲れちゃってさ、さすがにね、ちょっと体調崩しちゃってね、えー、<laughs> ふくつり堀りもね、お休みさせてもらったり、ちょっと帰ってきてから風邪ひいたりしてね、 で、IRCT の、あの、ね、事後処理等もいろいろ、完全に休むわけにいかずやってたもんだから、もうボロボロになっちゃって。やっぱ疲れると目に来て見えないんだよ、このチャットのちっちゃい字が。はい、どの強い方かけます。ハ <laughs> イ、はい、ブリデン・タカスさん、軟骨役さん、キリオさん、タクチャマンさん、テルさん。うう リュジョさん、タッチャさん、ティ鈴木さん、テルさんはい、皆さんこんばんは、イエクさんこんばんは、ノワアリオさんこんばんは、ナオヤさんこんばんはということでえ、今日もね、なんだかんだで、ダラダラとお話ししていこうと思いますよろしくお願いします、はあ、ちょっと落ち着こうか <laughs> もう、慣れてる皆さんは、いつもの皆さんは慣れてらっしゃるんですけど、名や s m o でちょっと失礼します。いきなり失礼します。うん。来週のね、東京イベントはね、なかなか楽しそう。うん。 まあ、特にあの、桜釣り業部さんはね、えー、江戸時代から技をずっと作ってるメーカーさんなんで、まあ、実際今、インクスはそことコラボして、えー、桜さんとこの工場で最後の工程仕上げるルワールドとかをね、あのー、作ってます。その楽しみ。ものすごくね、やっぱすごいね。うん。面白い試みでしょ。僕前からやったかったんだよね。 でまあいいご縁をいただいてここのところずっとさくらさんとねくっつきもっつきでもう半1年近くいろいろやってるんですよ実はさお <laughs> ねうんすごいやっぱりね技術者じゃなくてね職人さんってすげえよ技術者と職人中身一緒なようでやっぱり職人というこのニュアンスで えー、表せる人たちってやっぱりねすごいよね日本の職人だよね技術屋と職人さんは何か違う気がする僕は <laughs> うんとっても楽しみだろうとかねまああの江戸前小継ぎ一尺五寸ベスパーダ、えー、触ってない人はまだあれなんだけど せっかくだから、あの、マッツンが上げてた写真も今見てない人もいるかもしれないんで、ちょっと見てみようか。エスパーだ。プロと重ねるたびにね、良くなってんだよ。すんごい。ええまだって。<laughs> うん。まあ、比べないとわからない。 あの良さなんだけどね。ファースト、ファーストプロトとセカンドプロトと比べないと分からない良さではあるんだけど、ねこんな差をです。1、2、3、4、5本つきね。うん。やっぱ一番凝ってるのはこのグリップ部分なんだよ。シャープ、ファイ 5番まあ外見にパッと見にわかりやすいのこれ面紙巻きっていうやつね。面紙っていうのは面の糸。面の糸をね、これもこの面紙巻きの工程のじいちゃんが一人でくりくり巻いてんだよ。<laughs> すごくない職人さん一人で100本作ろうが500本作ろうが、じいちゃん一人で巻くんだこれ。面の糸をずーっと。うん この握り心地ね、僕も何十年ぶりだろうな。うん。これをルアールド二色っていう発想はなかったんだけど、バッツンが絶対いいっすから、つってやってくれたんだけどね。なるほど。これはね、いいです。機能的に面白い。うん。握り心地いいし、もうグリップ力抜群だし、濡れようがどうしようがって。この辺あの、日本人がこう考え出したーノースリップ。 のね技法ってなかなかうん西洋の概念にはないね面白さというか機能が備わっててこれなかなか素敵ですよあとここのメタルパーツの部分なんだよねこれ完全オリジナルですインクス初のオリジナルのパーツですでここもリールシートこれウッドなんだよでね高圧縮度高密度のね木だから完全 なの水とキューッとなったね、ウッドなの。カンカンだから、ものすっごい反響感度抜群。うん。だから、ブランクの方をね、薄作り講談性なんかしなくてもね、このリールシートだけで、えー、去年の10月だったかな、あの、ティクトさんと島でイベントをやった時に、ガチ勢のアジンガーさんたちに、0.5グラムのジグヘッドを食べてもらったんだけど、着手。 感が全部取れるるんだよ手にくるそれは何の恩恵かっ言ったらねやっぱこういうところも大きい、うん、それからこのメタルパーツの精密さねこの職人さんの手仕上げだからね最後工程がはいであとここのジョイント部分フェルーフェルールの最終工程の仕上げも日本の技をの職人さんが仕上げます うん。で、イベントのプロトには間に合わなかったんだけどさ、あのベースパワーだとプリントしてえーとさっきプリントあったっけな？ちらっとだけ見えるね。表側にこう SXS。S X S えー VP のね、えー、645、6フィート4インチの5は5ピースの L で、ホールローマン、ベスパーダ、えー、モデレートファーストって書いたんですけど、その真裏、真裏側にね、これはちょっと僕のこだわりで絶対入れてと、超メイドインジャパンだよ、超和洋折衷だよっていうんでね、これ入れてもらったんですけど、 どういう技法で入れるかでね、いろいろ相談してたら、桜さんが、レーザーで掘った方がいいと思いますってね、レーザーで掘ってあの、色を中に、レーザーで掘ったところに色を入れてる。うん。江戸前小継ぎ一尺五寸です。はい。こんな感じでね、着々と進めてますので。 もうサウのね基本性能ブランクの基本性能がもう抜群に僕は好みな上にファイブピースなのに曲げるとですねワンピースにしか見えない継ぎ目がわからないっていう <laughs> その辺がねわざわざ職人さんの技術うん本当にわかんないからきれいに全部を曲げるとスローテーパーなのクワでもリグイルで使う時はファーストテーパーだ だからこれがモデレートファーストですよ。リグが軽い、操るときは完全なファーストテーパー、ね。でも魚かかると銅からしっかり曲がり込んでくる。まあ、理想的だよね、竿としてね、うん。僕が一番好きなタイプの竿ですね。で、感度も抜群で、もう見た目美しくって、ベンディングが美しくって、つなぎ目見えずにみたいな。もうね、最高の。 覚悟てきました。うん、ええっとね、今日はちょっと短めで終わらせるかもしれない。<laughs> まだ完璧に体調戻ってない。喋 <laughs> れるようになったから、ね、もう二週間ほらあのー、動画アップしてないんでまずいなと思ってね。 毎週土曜日に不釣リボリをねやるって宣言してやったのにちょっとさすがに今回の,あの一連のトレイルはイベントトレイルはねさすがに僕体がボロボロになっちゃってさ、うん、でまあ喋ってるうちにこうアドレナリン出てくるかもしれないけど今のところまだちょっとしんどい感じがあるのであんま無理せずにね早めに適当なとこで 終わるかもしれませんので、吉成、はい。えーっと。うんで。まだ質問が来てないから、何のお話しましょうか。あ、IRCT だよね、やっぱりね。いやなんつったらいいかな。嬉しいと。あのー 15年近くずっと思い描いてたものが形になったんだよね。うん。本当にあの台場さんのバックボーン、ね、のおかげで素晴らしいリールができたなと。ブレーキシステムとスプールは完全にインクスレベルのオリジナル、ね、なんですけど。 まあこれを了承してくださってあの、地球さんはじめ僕らが望んだあシーンをね、ぴっちり作り上げてくださった大和さんと s l p ワークスさんにはね、改めて感謝したいなと思ってます。素晴らしい。ただ、あの正直言うね、こんなにたくさんね、予約来ると思ってなかったのよ。え いや、そんなに来ないでしょ、普通。<laughs> うんだから、ね、値段も5万円オーバーだから、今までインクスレーブルで販売してきた竿より高いわけさ、税別で5万3千円って。ね、そうでしょ、4万7千四円、4万8千円か5万円ちょうどか、そんくらいのもんだったからね、税別でね、竿でも。 だから、そのくらいのもんじゃないってあったのよ、僕の中でね。うん。リールメーカーじゃないからさ、うちは。うん。そしたら困ったもんだよね、作った量の5倍とか来ちゃうんだよ、予約が。だからもう、本当に苦しみました。あの、振り分けをどうしたらいいんだって。うん ねえもうだからたくさんのお店さんから予約いただいてるんですけどいただいた量の3分の1も出せない状態なんだよね、うん、だからまあ振り分けをさせていただいたんですけどまあ嬉しい悲鳴でもあるんだけどそのお叱られる叱られるもうボッコボコに叱られましたよ。 何やってんだみたいな。いや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 今まで、今までなんかでもそんな言わなかったじゃん、皆さんって。頼んでないからって叱られてもね、しょうがないよねな。めちゃくちゃな数作るわけにもいかないし、貧乏状態なんだから。ちっちゃなメーカーなんですから、うちなんかあって言い訳をそうそうね、通用するわけもなく。 とにかく皆さん望んだ数字の5分の1とかぐらいしかあのお出しできないものだからまあ叱られた特に田中も木々が営業がつらかったのどうよ本当にあっち頭先こっち頭先ね本当にねそれもあってで <laughs> <当に> <laughs> んだろう熱出ちゃったよ俺。<laughs> 風邪ひいちまって、風邪っていうかインフルエンザなんだよね、多分丸1週間、もう、死んでた。仕事しながら死んでた。うん、だからもう、目はかすむし、声は出にくいし、対応はしな,しなくちゃいけないわね。ほんと、まいったですよ、うんで。どうせ足りないでしょうから、次をじゃあいつ作るかみたいなね。 ちょっとね、う、嬉しいのか、悩みなのか、よくわからないような状態になってるんで、<laughs> もう、やめた。もう考えるのやめた。苦しくなるからやめた。ここまで。そんな状態です。はい。疲れた疲れた。れた <laughs> 喋ってるだけで疲れる。この話は。うん。楽しい話を。えーっと、今月中にできます、これ。 えー、トレーナー、スウェット、T シャツじゃないよ。で、あの、ルーズフィットね、ダブダブのやつ。袖丈も完全にゴブ丈。うん。え身幅もでかくて、ダフッと着るやつね。で、今、これ着てるの僕は M 寸。僕に M 寸、僕はもう、ドンピシャジャパン M の体型なんで、ぴったり。うん。 で普段の T シャツなんかよりもだいぶ大きいです。部屋着にするんでももう最高、ゆったりざっくり切れて、まあ当然のごとくもう最高級コットン使ってます。うん。もうすんごい肌触りがね、やらかくて、ここれあの、裏ゲッチって、あのまあタオルジーのようなあのパイラミになってるね、ここが。うんまあ、T シャツと違うとこだよね。まあ。 T シャツでもね、厚手のコットンでパイル編みしてるのがあるけど、パイル編みのね、コツってあるらしいのよ。初行されてと。いかに緩く編むかなんだって。いいコットンの、いいパイル編み、裏毛の良質なものは。いかに緩く編むか。繊維を。ところが、緩く編むと、 なにる緩く編みつつも型崩れせずにしっかりさせようとするとそもそものこの面紙面の糸の投球に関わってくんだよね安いコットンだともうグニぐてえ、すぐ寝巻きのような状態になっちゃうだらしない感じになるよりよりっとしたりねわかるでしょ コットン100%でも二20年来ても襟が伸びてないコットンもあればすぐこ年になるのもあるでしょ、うん。洗い立てなのになんかこうヨレヨレとしてるコットンがあるじゃん。<laughs> まあそれはねしょうがない値段のもんだから。はい。黒とグレーと2色 <laughs> 今月中に出来上がってきます。 何かなまだ質問来た毎日質問が来てね、IRCT 質問がね、一日何百件とか来るんだよ。<laughs> 大変。<laughs> はぁ、あ。はい。みたいな感じで。うん。これ今月末、発売予定です。うよし。うーん。ちょっと頭もね、回ってないんでね。えー ゆっくりゆっくり、はい、チャットを読み上げて、うん。この眼鏡じゃね、見えない。この眼鏡じゃ見えないよ。もう一個近いやつを。かけてるの老眼鏡なんだけどね。 あの老眼じゃない人には分かんないんだけどね距離がある距離がカメラのズームレンズとし緒なんだよ同じフレームなんだけどねすんごい気に入ったさこのフレーム3本買って1本なくして2本しか残ってないんだけど距離が違うのフレームの色で距離を分けてて これは近いとこ見るやつなんだけど近いとこ見るやつでももう目が薄くなってこういう時は舘ひろしが CM してるはずきルーペうわめっちゃ見えるはずきルーペだ <laughs> コペンの中古買ったらダイハツのエンブレムが外してあったのでエンブレムいいかも勝者さん <laughs> コペンがよくわかんねえんだけど、名前だけはわかる。コペンと似合いそうだよね、もう、なんかあの、ダイハツとか、スズキのさあの、少し、なんだろうね、あの、懐かしい系の形してるよね。昔の、あの、モーリス・ミニーなんかの近いようなデザインとかさ、あるよね、確かダイハツや。これ割と好きなの。オールドスタイルのやつかね。 ああいうのに貼るとめちゃくちゃ合うと思うよ。スコさんの車は、色がクリーム色だからさ、余計良かったね。すっごく似合ってて、かわいいなーって感じで。よくきルーペー、似てるなうん。ランボルギーニみたい <laughs> お大きく出たな ノワリオさん、オイルとフェルールワックス、楽しみです。え、買われたんですかえー、っと、おとといか今日届くか、明日届くかだよね。だから、今日届いてるんじゃないかな、届くとはもう、うん。出荷してたんで、昨日。今日土曜日だから事務所休みなんで、今日届いてる人結構多いと思うんですよ。リョウさん、ハスラーかクロスピーかですね、はうん、確かハスラーだと思う。 いい色があるね、クリーム色って。カッチャさん、僕も先月コロナになって、まだ4キロ痩せたままです。あ、そう。いや、俺もインフルエンザとか言ってるけどね、コロナかもしんねいんだ。美 <laughs> 院行ってないから、ただもうひたすらもうできるだけ美味しいものをバクバク食べて寝てようと思って。で、あのメールの返信、たくさんね、業者さんからのメールが来るし、あとこう、こういうものの打ち合わせ、もう自宅で、事務所行かずにね、 一週間、あの自宅閉じこもって、美味しいもの食べちゃねえ、食べちゃねえ、間電話かかった電話出て、書類を片付けて、また美味しいもの食べて寝て、みたいな一週間でした。だからコロナだったかもしれない。うん。へえ、おしゃれな T シャツですね。で、だから T シャツじゃないんだよ。だたわっと太蔵さん。ルーズフィットスウェット。<laughs> ルーズフィットスウェット。<laughs> 記事が分厚いのトレーナーの生地だと思って。うん。てるさん昭和の職人って人はこだわりが非常に強いですからね。うんとねこだわり強いっていうかあのー、一生懸命だよね。 で、彼らにすれば普通のことやってんだよね。普通のことは当たり前にやってんの。その普通の日本人の職人さんや大手日本人はもう普通の当たり前は海外から見たら異常なこだわりに見えるんだけど、我々から見たら当たり前のことやってんだよね。特別ものすごいことやってるわけじゃないから、海外の人から褒められると逆で職人さんがびっくりしてるよね、よくね。うん。 タケちゃんマンさん、リール買いました。北海道、札幌です。タケちゃんマンさん。ああ、タケちゃん。久しぶりタケちゃん。予約して、え、あの、あれ、抽選に当たったのよかったね。もう抽選しかやるようがなくてね、よかったですね。当たって。サビオ、サビア、セーラーで楽しみにと思います。はい、よろしくお願いします。うあ、ん、えいよろしい、言っといろんな差を組み合わせるの楽しみです。えっ、ー、とね、あの手のリールが出ると、 正直の話するとね、青作りが変わっちゃうんだよ。うん。青作りが変わる。そもそもさ、ブリデン時代にも、三本ぐらいプロと組んだんだよね。何をライトソルトのベイトフィネスのロット、組んだんだよ。でも実際つけて投げてみると、当時はまあ、リールの性能もあれだったんで、 思うように2グラムとか1.5グラムが投げられないからもう諦めてたわけね。で、続いて、えー、ピアフィッシングさんがね、当時、15年ぐらい前に、レオンさんアドバイスくださいっ。つって、ピアフィッシングからドーンってっ、一番最初に発売したのがピアフィッシングさんだよ。あの、アジメバル用のベイトロットを発売したのが。うん。でも、なかなか、 3グラム、5グラムは投げれても3から以下が難しいっていうのがね、正直なとこだったと思うの。うん。で、特にあの、スピニングロットとかバス寄り系寄りの、その、パッツンロットね。これで投げると、もう高確率で爆発すんだね。うん。で、リールも映ってないから、まあ5グラム、最低でも3グラムそれ以下はもうスピニングでやればいいやんって世界だったね、この15年ぐらいね。 ノアリオさん、インテン77合わせていいっすね。あの、合わせて振ってみたけどね、ばっちりだよ、ね。うん。カッチャさん、コペンはモンキーさんがぶつけられて廃車になった車ですよ。えモンキー、コペンなんか乗ってたのもうコペンが分かんねえんだよ、俺。<laughs> 知らないし、モンキーがぶつけられて廃車になった話も、俺、全然聞いたことないから、分かんない。 あ、そう、ゆうじさん。サビオでブラックバスやってます。知人から折れるからやめろって言うんです。折れねえって。だ <laughs> い、何言ってんだって。<laughs> 折れねえよ、バスぐらい。バスぐらいって言ったら叱らバスじゃ折れねえ。俺。六丸七丸来ても折れやしない。<laughs> えー、やめろとやめました。スピニングが嫌いなんで使ってます。ぶっちゃけ老人会はダウンショットの最強なんです。使ってて問題ないですかね。あのね。 サビオとサビアの最大魚。もう我々、僕なり、うちのテスターさん,んね、最大魚、えー。サワラのメーター3センチ。<laughs> 長さで言うと、ウェイトで言うとね、80、83種ぐらいのブリも釣ってる。<laughs> 釣ってるよ。 るって <laughs> あのフィッシュマンブランクはねそういうタイプのブランクじゃないからであのベンディングアクションであの肉厚で講弾性は一部分バットのとこしか使ってない作りで折れねえって50やそこらのブラックバスで70でも折れないってだって仮に70センチのブラックバスね と70センチのブリヒラマサどっちが強いか分かるでしょやったことある人は。バスってそんな強い魚じゃないからね。本当に。<laughs> 同じ70センチだったら、霞やジとか、浪人やジとかさ、えー、お腹ぐれいの60、70とか、もうとんでもない強い。<laughs> バス大したことない。しかもそこへ潜んないから、ドラッグダすときは取れるじゃん。降りねえって。 こんなことして曲げたら折れるよ。あの、磯竿でさ、魚がいた。おじさん、こうやって、こうやってるよね。ルファロットは、ああいう絞り方だめだからね。あれは。こう、ね。こんなに曲がってるじゃんこうやってるから。こういうふうに。あれは。基本、磯竿とかさ、餌釣り用の竿の。あの。五メーターも六メーターも七メーターもある竿だから、あれができるんだよ。こう でルアーロットは、こう前で曲げないと。首より下でこう前げこうやっちゃだめね。こういう曲げ方したら、パキッと折れるよ。いくらなんでも細いんだから。UL のティップだから。でも、ここを曲げて、竿を下ろして、こういう使い方すれば、80代のブリ釣れるっつう。<laughs> 70、80のシーバスなんか、なんともない。<laughs> 本当になんともない。 そんなもんいっぱいかけてるよ、僕。サビオサビアで。あと面白いところで言うと、えー、っと、去年もやったよね、サビオサビアで。80グラムと100グラムのジグをボートからぶら下げて、5、60メーターのボトムでマダイとか、で、スロージギングじゃヒラメの60、70かけて、100グラムのメタルジグよ。お <laughs> ろして。 こう、ふわーふわーきおたごお,お結構いいよ、これ。うわてかてかてか、ま、全然負けない、負けない。負けないよね。な70後半とかのヒラメなんだから。<laughs> <laughs> <laughs> まだ治ってない。<laughs> ごめんなさい。<laughs> 動画、<laughs> ダメだ。 うなんかバスで折れるなんてことはね、全ったか厳しだって。竿の使い方だからね、うん。こんなことしたらね、35センチのメバルでも折れちゃうここどこ使ったかだから。ね。はい。ということでね、安心して使ってください、アースエイジさん。ええ。 シャイニングさんかなフィッシングショーイン東北で、えー、実際のベスパーダーを触り、レオンさんから直接サウナ説明をでとても感動しました。あの時は10月くらいの販売だとおっしゃってましたが、予約いつ頃になるでしょうか予約取りは、まあ、5月か6月かなこんなとこです。はい。あいたつさん。 RCT に使用するラインは、コーヒー重 PE でも動画のように使用可能でしょうかね。別に、比重が高かろうが、低かろうが、そこは関係ないですよ。うん。まあ、コーヒー重 PE だから、重くなるよ、糸が。うん。P 軽いからね。で、言っとくけど、重いほど爆発するからね。重いほど爆発します。 これをね、あの、ベイトを使ったことない人はね、ここがまだ分からない方が多いので、ついでに今、この説明しておくね。グリーンが、えー、フィネススプール、黒が普通のスプール。要するに、フィネススプールってのは朝溝なのね。で、黒が深溝ね。スピニングでいうところの。で、この溝にいっぱい糸を巻くとめちゃくちゃ重くなるよね。で、これフロールだったら、すごい重いよね。P なら何ぼか軽いけども、 コーヒー中 P だったら重くなるから。で、要するになぜ重くなったらいけないのかしったら、一旦回り始めたものが、感性が強いじゃない、重い方が。止まりにくいの。で、ルアーは失速してんのに、スプールだけは最初のブーンと言いでビューンと回ってて、重たくて止まんないから、ルアーは失速してんのに、糸だけがブワーッと膨らんで出ていくの。だから、それがないようにしてあるわけ、フィネススプールっていうのはこういう。だから、肉抜きしまくって。 例えばこれがスティーズ c t のねあの、ノーマルスプールです。これが 9, 9. 3ムぐらいかな。で、これが KTF の下辺っていうスプールで2万辺以上するスプールなんだけど、これ4ムしかないね。で、シャロースプールで肉抜きして9ムと4ム半分しかないわけ。うん、で、IRCT はね、こんなに軽くしてません。 ちゃんと9グラムぐらいあるの、普通に。上夫いだからそこに、フロロをたくさん巻くとか、高皮重 P をたくさん巻くと、えー、バックラッシュはしやすくなりますよ、ということだけを言っときましょうね。うん。それは仕方ないことなんでね、頭入れといてくださいね。 だから、まあ使う、コーヒージュピー使ってもいいんだけど、あのー、重たいルアーを遠くに飛ばそうとかあんまり思わずにね、あのー、糸巻き量を少なくして40メーターぐらいしか巻かないとか。ね、アイアンの場合は100メ、えーターと0.85で100メーター。うん で、ハーフラインが引いてあって、0.85 50メーターのところまで印してあるので、5グラム以下投げるときは50メーターしか巻かないでね、巻かない方がいいよっていうね、表示がしてあるので、そこを意識してね、50メーターぐらいで。で、コーヒー 10P だったら、50メーター、普通の,の PE で50メーター巻くところを40メーターしか巻かないとかね、そういう工夫をちょっとした方がいいかもしれない。 はい、で、なぜコーヒー牛 P 使うのかなってみんな使いたがるけど、あれはね、1ム以下を使うと影響が出るからコーヒー牛 P なんですよ。言っとくけど。さすがにね、0 8ム0 6ムのジグレットを投げて沈めようとすると、P の浮力に負けちゃうの。だからシンキング P を使うわけ。ね。そんな釣りを、 IRCT を使ってそんな釣りしますかって話だよ。しないでしょ。僕ないよ。僕も地球さんも。普通の P 使ってるよ。1年中。しかも0.85。なんで ?1 グラムなんか結ばないもん。まして0608グラムなんか結ばないもん。一番軽くても大体2.5グラムぐらいだもん。僕たちは。<laughs> 2グラムとか。 だから0.65、0.85なんて細い P なんで 2g、2.5g あったら別に全然コーヒージュじゃなくても普通に10メーター、15メーターのボトンまで沈めて釣りとか普通にできちゃう。で、潮流がとか風がとか言ったら 2.5g を 4g にしたり 5g にしたりして釣りをしてるだけ。のコーヒージューを使う、使わなくても、ね 普通に釣りが成立しちゃうので、あの、基本的にね、僕はそこはね、頼らない方がいいと思う。必要な時はあるかと思う。あるかと思うんだけど、頼るからできなくなるの。<laughs> 普通の P で、ルアーのウェイトを変えてあげて、物事をやるようになって、それがきっちり身につけば、なんだ、こういう P いらねえじゃんってなるの。ただ、 2ム以下1.5、1.2、1.0、0.8、0.6になると話は別だよって言ってる。でもベイトでそれやりますって話だよね。アジングでやりたいのかなそれを。だったら止めないよ。でもそれだったら 50m 巻かなくていいよね。0 5ムを 20m も投げれないから 10m ぐらいしか。で、1ムでも 10メーター、15メーターしか投げれないでしょ。僕らは20メーター投げちゃうけどね。でも20メーター投げて10メーター沈めたと思ったら30メーターありゃいいじゃん、い,いと。うん、で、予備糸をいつもバックに入れとけばいいわけじゃん。根元からブチってなくなったら、もう一回30メーターくるくるっと巻けばいいから。やるとしたらそういう使い方だし、2グラム以上は使うんだったら、基本いらなくねって感じですよ。カサゴとか小タとかやるんだったら、 スカフルアーが5グラムとか7グラムとか10グラムなんだから、全然高比重じゃない方がいいのよ。なぜなら、ラインの軌道がこう沈むからね。ね、ここが海面、ここ人立ってます。投げました。ポチャンで落ちていくと、先っぽは沈んでるけど、途中は水抜いて、人の方へこういうラインでしょ。ここから真っ赤な目がかりしないんだよ。これがフロロロとか、高比重ライン使うと、 投げて沈めて馴染んだところから巻くと、ルアーがそこをずるずるずるっとくんだよ、こう。だから根かかりするんだよ。でも、エギングもなぜ P、普通の P 使ってシンキング P 使わないかって言ったら、ね、こう、こう、こうだから。こうでパンパーしゃくったら、エギが真上跳ね上がるんだよ。糸がこう、海面張ってきてるじゃない、糸が。海面張って、 エギがついたところでスッと沈むから人がここでパシパシちゃったらエギ真上に跳ね上がる。これからメタルバイブ使おうがメタルジグ使おうがシンキングプラグ使おうが同じことが起きるわけ。ここへフロール使うとね、ボトムを平行に引っ張っちゃうよね。糸がもたくて沈んでるから。だから PE を使う良さってそこなの。そこをイメージして使えば ね、普段自分はここは1グラムでしかやらないんだよっていうところ、2グラムでやれるようになるわけ。で、同じスピードで弾けるようになる。うん、そういう努力っていうかな、そういうことを覚えた方がいい。その方が釣りがうまくなる。はい。ええー、ポルトマールさん、以前お話していたラガーシャツの発売はどのくらいになるでしょうかお一個にプレゼント。ラガーシャツね、ちょっと、あのー、パタンナサとあの、肩に、 関してね、えーあの、僕は気に入らないところがまだいっぱいあるんで、手直ししてる。で、昨日、昨日は新しいあの型でパターンでサンプルをねあの、作ってもらうようにお願いしたんです。うん、それが出来上がるのが今月末かな。うん、で、それで OK だったら各サイズの、えー、サイズ表、身幅、肩幅、あの雪丈袖丈 全部 XS から 3XL まで、全部サイズ表を出して、うん。それで5ってなったら、そっから1、2ヶ月。だからどうなんだろう。7月に5出したって言ったら8 9、9月か10月ですね。10、うん、9月目標だね。10月に切るために、9月中には発売しましょうって感じかな。 うん、あれかっこいいよね。あれは僕も早く欲しいんだよ、実は。実は今欲しいんだよ。うん、えっと、りょうさん、サビオでは60ナマズまでしかやり取りしてませんが、余裕でした。ナマズ結構強いからね、60ナマズようんまだ余裕があるよね。 ルさん会社経営者っていうのは在庫を抱えると怖いものはないですよね。怖いよ。たった1個のプロダクトの不良在庫で会社潰れる原因,る原因になったりするのかね、ここは本当怖いとこなんでね、甘くないですから、本当に。うん、何とお読みするのかな ?CTMELVC さん。こうね 申し訳ないけど、ね、読みにくいお名前って大変なんだよ。ね、CT さんと呼ばして。釣り指南書について質問です。釣り指南書は多くのページをタックルや釣り方に割いてあり、ターゲットやベイトの生態や潮流等の環境などの海の要素にフォーカスしたものはほとんど見かけてません。初心者からすると、ターゲットや海について体系的にまとめられた指南書があると洪水です。 たくさんの知恵をおかできませんかメバリング挫折者より。うん。多くのページをタックルや釣り方に割いてやるか。ベイトや生態や潮流等の環境など。うん、だからだよ。YouTube やってんだから、僕が。 文章じゃないけどさ、言葉でいっぱいその内容のことを伝えてるよ。うん。ちょっと見せましょうか。ねちょっと待ったね。インクステレビね。インクステレビの中に <laughs>、オフィシャルスタッフムービー、レオンスタイル、 深津ぼいこのウェブテ,テラコ屋一丁一でっていうところね。ここでね、相当いろんなことを今までやってるんですよ。これ。メバルプランキングだ。この中でね、そういうことをい,いっぱい書いてるんです。書いてるときってる。もう何を喋ったか覚えてないぐらいいっぱい。うん。 で、そのターゲットの生態のこと特にメバルに関しては、うん、吸い込みバイトと噛みつきバイトあるよとかね、これはじめばで。うん。初場所であまり釣れないんですが、何かコツを教えてください。釣り方というより、釣れないには釣れない理由があるわけよね。それはメバルの生態を知ってないから初場所で釣れないわけだよ。 でも、僕らみたいにもメバルの生態を知り尽くしてる人間は、初場所だろうなんだろうが、そのエリアに行くと、あ、絶対ここついてあるはずで、つくならここしかないよね、入れたほらねってなるわけ。<laughs> ね、初場所ロケをそうやってつってるの、僕らね。うん。だから当然わかってるから、こういうので喋ってるんですよ、こういうとこ。うん。だから、指南書という、ね、文章化されたものが世の中にあるかどうかだし、ぼ僕自身が書くかどうかの問題なんだけど、 やっぱりね、書籍ってね、書籍はね、今の時代ね、あの、危険すぎるんだよ。うん、どすごい努力を重ねて、大枚お金かけて印刷して、全く売れませんっていうのが今の時代なんで、なかなかね、あの、ビジネス的にね、そこに首突っ込むっていうのはね、みんな避けたいのね。うん。だからまあ、やってくれるとしたら釣り人者さんでしょうけど、僕が嫌だね。 そこを理論体系化させた書籍書こうとすると多分丸一年ぐらいかかるんじゃないかな。執筆期間が。それかかりきりになれないんでね。普段の仕事をしつつ、そこへ、それをやらなきゃいけないんで、もう大変な労力。で、その労力に見合うお金にならない。書籍なんて。釣りの世界の書籍の印税なんてもうこんなだからね。 1> 丸一年かけて、必死になって書いて、実際僕が、あの、執筆した書籍で、ね、あの、アジングメバリングがある日突然うまくなるっていう書籍、釣り人者さんから出させてもらって、発売から一週間ア、アマゾンの売れ筋ランキングで、羽生結弦君を <laughs> 3日ほど抜いて1位だったことがある。それぐらい人気だったのよ。 相当の数は出たんだよ。でも、入ってくる印税なんてこんなもんだからね。書籍なんてね、最低10万部売れないと、あの、労力に見合った報酬になりません。で、釣り雑誌で10万部なんて夢のまた夢、ね。1万が難しいんですから。3000とか5000とかが精一杯なんて。 そういう世界です。はい。だから、よく頑張って、一生懸命頑張って、3万部ぐらいは買ってもらえるぐらいの内容を書きました。でも、その3万部の労力、単純に入ってくるその報酬だけの問題じゃないね。かかった期間とかなんとかね、見合うだけの成果が得られるかって言ったらね、あの、ほぼ、<laughs> ボランティアになってしまうと、そこにね、今なかなかね、 でパーっと書け今まで書いたやつは割と分かってること書くので分かってること書くっていうかそのある程度かいつまんでね書いたような項目内容だからまあ2ヶ月長いくっても3ヶ月ぐらいしか書けてないんだよ執筆期間をねだから5冊6冊書いてますけど今あなたがおっしゃってることを書くとなるとですねこんな分厚い本になりますよ丸1年かかりますよそれはちょっとね ちょっともう、正直やりたくないなっていうのが一番かな。はい、あ。<laughs> ユウさん、追中です。ランカーシーバスがそこで潮上の頭を向けて待ち、時たま何か食べて元の位置に戻るを繰り返しています。あるね、ある、あるある。潮上からルアーを通してるんですが、食いません。どうやれば釣れると思いますか <laughs> 瀬戸内の堤防です。上げしで、左から右に緩く流れてます。水深2メーターほどで、そこを見えてます。 砂地で岩が点在し、本田原が生えてます。シーバス五六匹が点在してます。うん。ボトムで潮がみの頭を向けの町時たま何か食べて、元の位置ターンボトムで潮がみの頭を向けて。何か食べてるのは、こう食べてるのそれともこう言って、底餌食ってんのか、水面食ってんのかど、どっちか。そこは分かんないと攻略しようがないです。うん。 な時折何か食べてるのそ底付近で食ってんのか、水面まで浮上してパクッと食って元に戻るのか、どっちか教えてください。カッチャさん、僕もまだ仕事中に目まいげして、あれは、うん。CT さん、あの、さっき見せた動画だけじゃなくて、えっ、ー、とね、たぶんね、もう何喋ったか自分には覚えてないけどさ、あの、 結構僕はあなたが要求したようなことはね、あの喋ってんだよ。えっとね、このインクステレビをずーっと下に降りてもらうとね、ここ、初心者、中級者、必見。 メバルプラッキング実践講座ってののがあるのこ,この中でも、これはもうメバルのプラッキングなんだけど、ケーススタディ1の前編、ケーススタディ1後編からね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10, 10本か12本ぐらいあるわけ、メバリングで。この中でも、そのメバルの修正であるとか、突き場であるとか、 餌とか潮流との関係だとかね、この中でもいっぱい説明してるよ。はい。真夜中には食わなくても、マズメだけ食う場所はなぜなんだとかね、そういったこともこの中でいっぱい説明してるので、それもね、参考にしてみてください。相達さん、えー、以前、ベイト P で挫折し、IRCT の動画を見て、また挑戦してみようと思いましたが。うん タクさんは使用している P. E. はどこのメーカー。僕はね、四つ編みオンリー。うん。四つ編みの、ええー、と、アップグレードと。それから、あの。オフショア用の、タイラバ用の。なんだったっけ。名前忘れちゃって。<laughs> と忘れちゃって、どこに、ね。お、おお、ドラゴンじゃなくて。僕はなんだった。タイラバ用の糸があるよ。 ほとんどアップグレードの普通の糸です。えー、今年島野から出たハードブールが硬さがあり、バッカーしにくいとのことですが、しなやかなピートの使い分けなんであるのでしょうか僕は全く気にしない。<laughs> あの、8本よりよりも4本よりの方が硬い。間違いなく直進性強い。だから、 ベイト向きだっていう人はたくさん世の中います。で、僕も4本よりは当然入れてみました。でもギゴギゴ音がして嫌なんだよ。魚かけて巻くときに。4本よりはガイドなりがキー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 言ったら嫌だから僕は全部8本よりしなやかな方使ってます。でもそことバックラッツとあんまり、あんまり関係ないな。今、リールが良くなったからね、ものすごく。以前は確かにね、あのー、これね、相達さんね、 あじゃないかな普通にバス用のリール使ったんじゃないのスプール。あの全然違うんだよ。スプールが PE 専用とで、PE 専用とこれ月下美人の PE 専用のスプールだよ。月下美人エアの。PE 専用とさ モノチラメント用のスプールは形が違うんだよ。うん。こういうことなんだけど、これ傾斜がついてるでしょこうわずか。わかるかなこう。で、月下美人エアのやつはまっ平らだよね。とかね、この、ナロー具合ってこの幅ね。経由は一緒でもこのスプールの幅がね、 狭いでしょ糸巻く部分が。とにかくね、PE の場合は、PE 専用のスプールを使わないと、それはバックラッシュします。だって専用じゃないんだから。でも、本当にね、ソルトの PE 専用で、えー、作られたスプールを搭載しているリールってほとんどないんだよ、世の中。特に島野さんないからね、まだ。 そこは大和さんの方がちょっと進んでると思うよ、僕は。放送 PE 専用に作られた PE っていうのは、もう絶対大和さんの方が進化してますよ、うん。だからそこが合わなければね、やっぱりバックラッシュするし、あの挫折のもとにもなってるのでね、IRCT はそこを専用品で作ってるわけ。まず PE を使って で腰のない PE 使ってもバックラッシュしないようにブレーキプログラミングをしっかり、えー、計算づくで作ってでその機能がちゃんと出るように、えー、マグネットのあり方とそこにはめるスプールの形状と、えー、それからローターの出入るするわずかな距離ンま 0, コマ 0, 0コマ1ミリ単位で調整して、えー、PE で軽いものをですねバッと投げても バックラスせずにある程度飛距離が遠くまで飛んでくれるよっていうところへ持っていってるのはボディとスプールの相性、互換性もある。だから IRCT のスプールを出して他のリールにつけたってダメこのマグネットの相性が全然別物になっちゃうから。同じ台脇であのクラスの28ミリだなんだ30ミリだで使ってるマグネットと IRCT はもうマグネットからして違うわけですよ。 距離とかいろんなことがね。うん。だからあれをスプールだけを入手して他のものにつけてやろうなんて甘い考えを持ってる人がいっぱいいるんだよ、今。だから売らないし、ダメだよ。やったって意味ないよ。<laughs> うん。もうだし、その、ベイトピーで挫折した原因が、ね、あいさの原因がなんかそこら辺にあるような気がするんだよ、僕ね。本当の専用品使って。 使っ,てない使ったことはないんじゃないかなという気がします。うん、えっ、ー、と、ワイユーさん、そこ餌です。そこ餌で、時折食っては、そこ餌ってのはね、2種類あるよね。そこを回遊してくる餌を待ってて、入ってきたときに、ぼっと食ってんのか、そもそもそこらにいる餌、本当にそこ餌 <laughs> が、ちょいっと出てきたときに、おっ、 ってって、ぼって食ってんのか。そのどっちかなんだよね。で、いずれにしてもそこ餌食ってんだから、そこで勝負するしかないよね。うん。で、そこで硫化ベイト食ってんのか、そこに揺れ餌を食ってんのか。どっちなのか。だから、ボトムにいて、泳いでない餌だとする、仮定するならば、ボトムへ置いて、ロングシェイクとかね、ステイで。 で、時々ちょっと動かしてとか。でも、そこ餌なんだけど、硫化ベイト食ってる場合だったら、あの、適切な高さで、適切なスピードできっちり流れる方法を取ってやらないといけないね。まあ、いろんなこと考える僕だったら。例えば、ダウンショットで20センチぐらい上に枝つけて、で、ダウンショットの進化はちょっと重めにしてコントロールできるようにして、そのシーバスがいるところを そこに進化つけて、ゆっくりその前を、ここをちょんちょんちょんちょこの枝の輪もこう踊らせながらとか、もうやるだろうし、まあ普通に僕がやるとしたら、まず反応を見るのに僕は鉄板バイブでやるね。鉄板バイブをそのシーバスが餌食ったり、シーバスがいる位置に投げちゃダメだからね。シーバスが餌を食ったところの位置、餌がいたところへ投げるの。メタルバイブを。で、ブルッ。 やってカーブフォール、プルってやってカーブフォール。これでフッと見に来たらチャンスあり、何度かやる。それで、無反応だったら、これは流れの筋に対して平行に流れるものしから食わないですから、釣り人がこっちから堤防から投げてこう横に刻むと食わないってない、メバルやあのスズキ、流れの中にいる魚の特徴なんで、流れ、 前から流れてきますよ。だから、塩亀の頭を受けてこう待ってるんだから、正面から流れてくる餌しか食わないの。トラウトでも何でも。それを釣り人がこう目の前に来たら、こう見るけど、餌じゃないよね。こう来た時に、こう来た時に初めてスイッチが入ってポンと食うわけよ。こう来た時に初めてこうやって食ってるわけよ。ということは、こ、でも釣り人はそれに対して直角方向から投げるよね。ね。 テボーカー直角投げるしかないもんだって海の中立つわけいかんから直角方向投げてせっかく彼が正面から流れてくる餌待ってるのに横切るような動きでやるから釣れないとなると上流側に投げて沈めて上流側から自然にまっすぐ流れてくる演出をできるルアーは何を結んだらいいのかって話にな そうすれば釣れるチャンスはね、増えてく。はい。D スマットさん、こんばんは、質問ですが、スピニングリールでのテンションフォールとカーブフォールの違いを教えてください。スピニングリールでのテンションフォールとカーブフォール。これスピニングもベイトも関係ないよ。<laughs> スピニング、ベイトだったら違う呼び方すると思ってたら、もう全く物理構造として、あのー、理解できてないことになる。うん。 テンションフォールとカーブフォールって感いだよね。スピニングもベェトも関係ない。もっと言うと、リールつけてなくても一緒。ベべ竿で考えて。長いベべ竿でね、ね、7メーターのベべ竿で7メーター糸がついて、ピューンと投げます。ね、ピューンと投げたときに、 先っちょに、ね、重りがついてるから、こう沈むよね。ところが、ここへ竿を持って、竿の先っぽに糸がついてるから、カーブホールになるよね。ぽちゃんと落ちたやつは、こう、人間側に戻ってくるでしょ必ず。ぽちゃんと落ちた位置で、真下には沈まないよね。ね。で、これがリールがあるとさ、クラッチキルとかベールを開けて出せば、ぽちゃんと落ちた位置で、真下に沈めることができるよね。 これがフリーフォール。ところが、ノベザオだったら糸が出せないよね。もしくは、クラッチを切ってない、ベールを閉じてれば糸が出ないから、手も、手前に戻ってくるよね。カーブしながら。これがカーブフォールだからね。これをカーブフォールって言います。テンションフォールテンションフォールは、船の上からをイメージすると一番わかるやつ。 船の上から大海原にだいぶ沖まで出て魚釣りするときに投げる投げないよね。水深80メーターとか100メーターあるところで投げても意味ないよね。なんからどうしますみんな。下の下ろすでしょ下ろすときに、ベートリードだったら、カッチンとクラッチ切ってダーッと下ろすよね。スピニングリードだったら、ベールを開けてダーッと真下の下ろすよね。クラッチ切ってベールを開けて下ろすときは、 フリーフォール。じゃあテンションホールはテンションをかけながら下ろす。フリーだとシュー、トントンしていくのを親指でサンミング軽くすらせたり、まあスピニングだったらフェザリング、ここで、あの、スプレッジを押さえながらこう調節ながら下ろす。テンションかけて下ろすのをテンションホールっていう上がかったかな カーブフォールっていうのはルアーの軌道のこと。ね。こう、カーブ、カーブしながら落ちていくからカーブフォール。テンションフォールっていうのは、テンションかけないフリーだったらストーンと落ちるでしょ。ベートリールっていうのは便利でね、ここへね、キャストコントロールっていうものについてて、これを締めれば、落ちるスピードの調節できるのがね、スピニングと違うとこなんだよ。だからオフショア用の餌釣り用のリールなんていうのは、 ゆっくり沈めたいときは、これを締めるんだ、こう。で、早く押したときは緩めるわけです。だからだ、そーっと落ちるわけ。でも、これをガーッと締めると、ゆーっくり落ちるわけ。これがテンションボール。ね。それを、おかっぱりでもやることあるよね、ぐらいなの。投げてしまってテンションボールってのは、ほぼありえないです。大体バーチカルな話だ、ね、テンションボールって。うん。 これは僕らみたいなフロッカツ釣りやってる人間は、延べ沢でやるときにはそれやるよね。こう。噛みつぶし重りの重さを感じながら下ろしていくんだよね。その頃テンションフォールなんてこんしくだったこと言ってないよ。<laughs> ね英語なんか使わなかったから、昔は。うん。で、こ,これをやらないときは、ピュッと投げたらもうこうやって待ってるよね。ストーンと落とす。でも この壁際なんかを、うみびつけて、ちょっと重いのつけてんだけど、生地当たるときなんかゆっくり下ろしてたもん、こうやってサオ、竿、竿で、リグの上と支配しながらこうやって下ろしてた。これがテンションボール。延べ竿でも。だからスピニングとベイト関係ないからね。全くね。はい、ということです。ディースマッツさん、ボーンラッシュです。あ、そうそう、ボーンラッシュ。 えっとアップグレードかボーンラッシュの2種類しか僕使いません、えー、シャイニングさんベスパータの予約を56月楽しみに待ってますあよろしくお願いしますメンバーズとクラブも登録しましたありがとうございます海坊主さん専用機はそれ専用に作られてるからこそ専用機ですもんねそうそう あのー、つまりね、ベイトフィネス機はあったじゃん、昔から。でも、ベイトフィネス機であって、バスのベイトフィネスの専用機なのよ。ソルトのライトゲームの専用機じゃないわけよ。だからダメだったんだから。だから、パシって投げられなかったんだよ。シュぐらいでないと。 いやいや、レオンさんが愛らしいっていうか、どうだろたのか、あの、変なおっさんが言うとるけど、なんか関係ないわ。1グラムでも俺たちは0.5グラムでもピシャーと投げてるわっていう人が世の中たくさんいます。でも、彼らの投げれてますよっていうのはね、あくまでもベイトフィネスの投げ方なんだよ。シュッていうね。バシッと投げてないで。<laughs> でも、ね、ベイトキャスティングをやったことのないライトソルトの人たちはどうやって振ってますか こっから0.5グラム垂らして、パシーって振ってるじゃない。あんな勢いでベートを振ると、爆っかするんだよね。そこが、あの、結局できてなかったわけ、今まで、ベートフィネスって言いながら、で、その、スプールだけで2万5千も出してさ、チューンアップしても、だめじゃんって、で、挫折した人がいっぱいいる。そりゃそうだよ。 フロロとかモノフィラメントを使うことが前提で作られたベイトフィネスリーズのスプールとブレーキシステムに1グラム単体で1グラム。バスのベイトフィネスってさ、ノーシンカーでも投げれるの1グラムも2グラムもいられないノーシンカーですよ。あ、そう。ワームが7グラムもあるのにって話だからね。<laughs> 5グラムも7グラムもワームが重さがあるのにノーシンカーです。投げれますよって言ってるんだよね。我々はどう ワーム刺して合計で 1g とか 1.2g 投げるわけじゃん。だから、バス用のベイトフィネスじゃダメだったってのが結論。で、専用機作ったの。何の専用機ライトソルトのベイトの専用機。なおかつ、PE の専用機。ね、こういう位置づけです。えー、シーバスの説明分かりやすい。いつも拡散の言われているまかない鳥、そう 糸をはるかはらないか。そう。いかにナチュラルな餌流してやるか。でないと食わないことは、魚はシーバスに限らず、しょっちゅうあるんでね。えー、ディースマッツさん、つまりスピニングではフェザリングしながら、ベイトリールではサミングしながらのホールをテンションフォールと呼ぶ,って呼ぶということですね。カーブフォール、テンションフォールだと思ってました。うん。サミングしながらだけじゃないよ。さっきヒントをげたでしょ。竿で下ろすのも、 テンションホールだよ。糸は一切出さずに、ね、えー、7フィート5インチの竿を持ってました。だら、ここまで垂らしを取って手元まで。で、これをテーブル際からこう下ろして、水面に、水面にすれすれにルアー吊り下げて、そこから竿だけでこう下ろす僕は穴釣りでよくやるんだよリ。クラッチ切ったりとか、スプール開けて下ろさないのよ。だって、竿の長さ分、うん 穴入れられたら十分じゃん。こっから。こうやって。ここへ、メタルジグなり、ワームがあります。糸、糸の長さ、これ。ね。えー、っと、7フィート5インチぐらいあって、約2メーターちょいあるでしょでも、穴の深さは1メーター50しかなかったから、こっから、デトラの穴の中へ、こうやって下ろせばいいじゃん。ゴン、よっしゃーみたいな。これを、スプール開けたら、クラッチ切って出すから、ゴーンと潜られるわけ。でも、こうやって下ろしていけばさ、 ってはゴン踏ん張れるでしょだから単純にクラッチを開けるかスプールを開けるかだけじゃないテンションホールっていうのは。ということでね理解してください。いやーどれくらい喋ったえー、っと10時半。 1>, 1時間半ぐらいだね。あ今日はぼつぼつこんなもんにさせてもらおうかな。いつも2時間ぐらい滑るんだけど、<laughs> 咳が出な人で <coughs> <coughs>。苦しい。<coughs> えー、最後にだ、じタバコを一服しながら、最後の1問2問ぐらい、誰かあれば答えて。うん あと何かお知らせなかったかな。今日見てくださってる方の中には、東京近郊にお住まいの方いらっしゃるのかな。えー、っと、来週の日曜日、来週の日曜日、都内でイベントやりますので、お時間がある方は来てください。ちょっとお見せしときます。 ちょっと大きくしましょうかね。携帯の人もいるでしょうから。上から見ていきますね。江戸前フィッシングフェス2024年。日時2024年4月21日日曜日、10時から16時です。場所は東京中区神田神保町にある釣り人社。あのね、日本で一番大きい釣り雑誌社で、えー、日本で一番古い釣り雑誌社の釣り人社。 のの地下1階の多目的ススペースでやりますどんなイベントか、ね、これ、うちを先に変えちゃダメだよ、デザイナーさん。桜井釣り漁具、東京マハゼ、魚、インクスレベンの4社で、ね、イベントやります。はい、どんなイベントかよいしょ。どんなイベントか、ね その歴史を紐解けば、数百年以上も前から日本の文化として親しまれてきた釣り。その文化としての発展は釣り具の進化の歴史でもあり、日本は釣り具に関して世界に誇る数多くの技術、製品を生み出してきました。こうした日本の釣り具や文化が世界に誇れるものとして発展してきたのは、日本の伝統が培ってきた卓越した技術とその力、そして新たな情報や楽しさを探求。 続ける釣り人たちの先進的な眼差しこの2つが両輪となり常に未来を見据えたものづくりを続けてきたからではないでしょうかもちろんこうした流れは今もなお続いてますそこで今回日本の伝統と先進的なアイデアの融合により近未来の釣りをリードするメーカー4社が集まりその底力をお見せするイベントを江戸前神田から、えー 江戸前神田から日本の釣り文化を伝え続けてきた釣り人さんで開催しますというイベントになっておりますんでね、えー、お近くの方は是非いらしてください、えー、はいということでございます EX さん、スパチャありがとうございます。いつも助かります。ありがとうございます。海坊さん、ネーミングからして江戸前小継触れるもちろん。もちろん。<laughs> 一番、今回の、あの、イベントで、一番は IRCT じゃないです。江戸前小継ぎ。で、小継ぎも中継ぎも、太継ぎも全部持ってきます <laughs>、まあ。まだ誰でも見せてないようなものもあります。 で、桜さんもいろんなものを武田を持って来られるので、ねぜひ来れるようでしたら来てください。はい、ということでね、今日はちょっと早めに <laughs>、早じまいにさせていただきます。はい、えー、やみ上がりなので、まあ、でも顔見たら皆さんお分かりでしょ。ちょっとね、あの <laughs>、 咳が出るの,の、痰が絡むの。もうね、体調は戻りましたから、あの、ご心配なきよ。しっかり美味しいもの食べて、あの、僕、病気治すの得意なんですよ。僕ね、どんな病気してもね、飯だけ食うんです。がっつり。うん。<laughs> で、休む時はしっかり休みますので、はい。もう、体調あ、体力はね、ほぼほぼ帰ってきてるんです。あと、この咳とか、あと微妙なところだけど。 えー、朝鮮人参エキスとか飲んだりしてね、頑張ってますので、あ来週中頃にはもう完治っていう状態じゃないですかね。はい、ということで、来週の土曜日はね、あの連載で続けてます、ウェブの動画のね、えー、レオンの復活リボリの方で、えー、皆さんにお,お目にかかるかな。こっちはライブじゃないののでね質問へあの コメント欄に書き込んでくださいふかつり彫りのネタもだいぶ尽きてきたので、えー、新しいネタをですねふかつり彫りの一番新しい動画のコメント欄へね、あのー、書き込んでいただいたら助かります。はい、ということで今日もお開きにします。